映画川の流れに公開まであと2日です。ぜひ劇場でご覧ください。ご覧ください。よろしくお願いします。自分は何も考えずにただ流されて生きてただけなのかも。俺だよ翔一、お前のお父さん。24年ぶりだけど俺はすぐにお前だって分かったぞ。ああケンジ、俺はあんたの言うことがまるで分からない。変わらないってダメなことなんですかね。私はダメじゃないと思うよ。けど変わるのもダメじゃない。でもただ流されてちゃダメですよ。万物流転って知ってるか。人は同じ川に入ることはできない。流れる水は前とは違う水だし、誰もが以前の自分とは違うからだって。